さんこんにちは。今日は出演夫、そして実況は私ピアニストの赤星里奈でお送りしたいと思います。世にも珍しいコントラバシストの練習ルーティーンをどうぞご覧ください。と言ってもですね、私もいくら夫婦間といえ練習はお互い集中したいので、あんまりどんな練習をしてるのか正直知らないんでちょっと興味あります。私のない知識で適当な実況をしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、これは下針になってるので家の床に穴を開けないようにこういう器具の上に刺しますね。で弓を出して、あ、これ松ヤニですね。松ヤニを塗っておられます。いや、めちゃめちゃ前髪揃ってない？おもろ。どうしたん、そのセット。なんかどんぐりみたいですね。秋を感じます。やっぱり練習の最初はチューニングから始まりますね。ここはピアニストとは違いますね。ピアニストはもうそのまま、まあ指鳴らしから始められますもんね。まあ、言うてもこれ動画にしたら飽きるな。暇やな。すいませんね。ずっとやってるだけやろこれ。飽きた。はい。開放弦の練習が始まりましたね。開放弦すごい大事らしい。うるさい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 。でかっ音。これね結構難しいんですよね。あの前の動画見ていただけたらわかると思うんですけど、意外とこれが難しかったんですよ。怖っ。これね、今一緒に住んでないからあれなんですけど、一緒に住んだら私これほぼ毎日朝これ聞かされるってこと？最悪やん。きつ。いや、これ夫寝てますよね。起きてる？これ。寝てない。まだやっとんかい。どんだけやんねん、そうばかり。まあでもピアニストもちょっとはね、こういう練習必要ですよね。なかなかピアニストで1音にここまで時間かける人いないですもんね。あ、次いた次いた。ようやく2本目の弦行きましたよ。これ4本行くのどんだけかかるの。あ、寝てますよね。これ何これ何これ、わざと。なんかうねうねしてますよ。わざとな、これ。わざとな？え、またそう？あれ、あ、そういうことな。最後の、さすがに、だって1時間経ってるからな。うんうん。最後の、あれですね。まとめみたいな感じですね。この開放弦の締めくくりです。はい、ちょっと早送りさせてもらいますね。ずっと見させられてね、ほんま見てる人すいません。はい、終わりました。どうぞご安心ください。止まない雨はない、いずれ終わりは来る、そういうことです。さあ、どうか行きました。さよなら。あ、コーヒーパウゼですね。コーヒー片手に来ましたよ。これね、私コーヒーアレルギーなんでね、いつも結構禁止されてるんですよね、コーヒーを。ここぞとばかりに一服してますね。とっても良い症状。また同じような、ああ、そういうことな。音階な、音階でした。またなんかもう弦ボー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 弾くんかと思った。これ F ドゥアの音階ですね。音程悪い。右低いで。
ちょっとわからないんですけど、ピアノだとね結構ハノンのスケールで早くドレミファソラシドぐらいで弾くんですけど、コントラバスこの遅いの？こういうもん？ゆっくりこうあれかな、音質を聞きながら確かめながらやってるみたいな感じかな。すいません、ちょっとあの早送りさせていただきます。もうバイオリンみたいになってますよ。また音階、また音階始まりました。次ベートですね。はい、あやこり。あ、よかった、1時間経ってスケールは終わってましたね。次これ何の練習？あ、速いテンポもやっぱやるんですね。おお、何？トリルの練習？さっき見た、この映像さっき見たで。え？デジャブ？同じような映像見た。ほんで飲むやろ？飲むやろ？飲みました。ほんでホッとした表情、さっきも見たがな。じゃあもう早送り早送り。こんな、はいはい、ここで何の曲が分かった人はコントラバシストの嫁です。これはねコントラバシスト必須の曲ですね。ディッタースドルフです。まあコンサートで弾く人はほぼいないと思いますけども、これはオーケストラの入団試験にまあほぼ 100% 課題曲になっている曲ですね。私も何度も伴奏を弾いてます。出だしやりすぎや言うて、頑張るな、やりすぎ、ゆっくりバージョンな。まあ難しいわな、絶対に最初から言ったらアルペジオやな。ゆっくりも練習ですよね。あ、ここはカデンツァです。もうここね音的にな、何度もね厳しく注意させていただいております。出だし好きやな。まだ休憩ですか？どうすんのどうすんの？休憩かい。今一瞬前やったな。ちなみにコントラバスを置くときはどっちを下側にするかっていうのは決まっているそうです。さっき見たこの映像、さっき見た、3回目や。同じ動画かこれ。もうカットカット、低いな、改めて低いですね。あ、次オーケストラですね。オケの曲で、さっきのソロの曲なんですけどね。さあ皆さんに問題、これは何の曲でしょう？何の曲のコントラバスのパートでしょう？ぜひ当ててくださいね。こっちの方が簡単かな。さっきと同じ曲ですよ。もうこれはわかるかな。ここはコントラバスメロディーですもんね。曲は何でしょう？
さて、世にも奇妙なコントラバシストの練習ルーティーンいかがでしたでしょうか。結構レア映像が撮れたんではないかなと思います。まあ妻としてはね、応援したいですが、コーヒー休憩はちょっと減らしてください。というわけで、夫婦ともども今後とも応援よろしくお願いします。また次回この動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。